悩みがあったんですよ、実は。えー、怒って、生徒辞めたらどうしよう。えー、保護者の方にあの嫌われたらどうしようとか。 いろいろそんなふイブラわれてい今日も撮っていきたいと思いますね。えー、YouTube そろばんチャンネルではです、ねえー、毎日そろばん暗算のイベントをやっております。今、2本進行しておりますね。1本目はです、ねえー、プレゼン大会です。こんなそろばん先生いたらいいなというテーマで,です、ねえー、リンクが貼ってあります。Google ホームにです、ね、テキストを打ち込んでもらって、えー、優秀な、えー、作品にはです、ね、またこちらも素敵なプレゼントを用意しております。あともう1本はです、ねえー、読み上げ算ソロ カードバトルという読み上げ算の、えー、対決をしております。えー、14種類の、えー、カードのレベルに合わせてそれぞれ、えー、読み上げ算4から7桁から始まって、えー、レベルの高いのは7、16かな最終的には。えー、でそれで えと一番最初に、えー、カード、14種類のカードをコンプリートできた人にこちらも素敵なプレゼントを用意しておりますので、ぜひまた、でそれぞれ、えー、期間が終わってですね、えー、終わってもまた新しいそろばアンザのイベントを考えていきたいと思います。365日何かしらのイベントをやってると、しかもそろばんンザの何かしらのイベントをやっているというチャンネルを目指していきますので、よろしくお願いします。 さあ、今日の本題はですね、そろばんざん、生徒から嫌われる勇気を持つというテーマでお話ししていきたいと思います。このテーマは、まあ、ゴリ先生のリアルな教室で、結構、えー、ゴリ先生怒るんです。あの、怒ります。その時代に、あの、合ってないと言われてしまえば、それまでなんですけど、ただ、自分なりの考えがあって、やはり、えー、ある程度のルール、必ず決めてるんですね。あの、他の、えー、生徒、 例えば、しっかりちゃんと練習してる、しっかりちゃんと練習してる生徒が絶対的に優先されるべきだというふうに、ゴリ先生は思ってるので、やらなくてもいいんですよ。練習やらなくても、じーっと静かにしてるであるとか、えー、まあ、基本的にはそういう子はいないんですけども、例えば、まあ、一番あるあるのパターンで騒ぎますよね。当然、真面目な子にやって、ちょっかいを出すと。それはもう論外です、ね。もう、それは当然100%は起こりますよね。そうじゃなくて、あの、ひたすら、 えー、練習せずに何か話してるであるとか、えー、誰か友達に声をかけてるとか、えー、試験のタイムを測ってるときは、計算の音ではなくて、バンバン叩く音を出してみたりとか、要は基準は、他の生徒に迷惑をかける、そこなんですよね。別に自分が今日疲れたと、えー、学校で運動の授業がどうしてもちょっとあって、疲れたと、えー、だから全然身に入らない。ただ うーんって自分の机の上でちょっとこう進まない球の弾きが進まないそれはもうどうしたって声かけていや実はもう今日はなマラソンの授業があって疲れたんだっていう子もやっぱりいますよで体調が今日はちょっとなんかだるいんだよねっていう子もいますでそういう子に関してはいいんですよ 逆に、そういう子は静かにしてるんで、むしろ、逆にぐったりしてるんで、あの全然そのちゃんとやってる子たちに全くノーダメージなんですけど、そうじゃないんですね、ゴリ先生が、えー、怒るとき、めっちゃ元気に他の子に迷惑をかけるとき、それは当然怒るんですね、でその時にほとんどそういうことは思わなくたったんですけど、6年前ぐらい、開校した当初、開校して半年。 10ヶ月ぐらいまでかな、悩みがあったんですよ、実は。えー、怒って、生徒辞めたらどうしようと。えー、保護者の方にあの嫌われたらどうしようとか、いろいろそんな悩みがあったんです。えー、今はもう一切全くないんですね。教室の中の空気感を作らないと、当然、えー、事業が崩壊してはもうとんでもないことになるので、えー、その空気感を作るためにも、 やはり、えー、厳しくするときはしっかり厳しくするというふうに、まあ、ごりあくまでゴリ先生のパターンはですけど、時代に合ってないと言われるかも分かりませんけど、えー、しっかり、ピリッとした空気感だけは、えー、わいわいするとき、楽しくするときは当然、楽しい空気感でいいんですけども、やっぱり練習してるときのピリッとした空気感、最低限のルールっていうのはやっぱり作っとかないと、でそれをはみ出したものに関しては、しっかり、しっかり叱っていくというふうに思ってるんですね。で それを確信したのがですね、何、えー、て言うんですかね、まあ、五先生、保護者の方には、お家では味方になってあげてほしいんですよね、生徒の。で、ゴリ先生が厳しくして、えー、できれば嫌われた方がゴリ先生、実はいいと思ってるんです。逆に、まあ、間違ってるかもわかりませんよ。間違ってるかもわかりません。あの当然、指導者としては好かれるべきなのかもわかりませんけど。 になった方がいいというふうにごり想でちょっと思ってるんですねまあ叱るであるとかとにかく、えー、悪者になってそうすれば、えー、お母様お父様がしっかり味方になってあげてほしいんですよお子様のまずはここなんですね絶対的にここだと思うんですお父様お母様は絶対お子様の味方であってほしいんですねいいあすごくいい味方になってほしいということは、えー、敵がいると敵がいるとあの味方っていうのはよ より、より映えますから、えー、より優しさを感じるというか、より寄り添える、えー、お父様お母様の存在になると思うので、だから、ゴリン先生はどん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 悪役でいいのかなというふうに思ってるんです別に悪役になるために一生懸命毎日怒るわけではないんですけどね。怒るわけではないんですけど、なんでしょうね。悪役キャラで十分だなというふうに思うんですけどね。そうすると、なるお父様お母様がより、 ヒーローロに見えてくるんじゃないかなまあ、実際にうちの生徒を見ててもです、ね、やっぱり成功してる、そろばん学習成功してる生徒を見ると、やはり保護者の方、お父様、お母様、ほ、え、ぼ、ー、なのかも分かりませんし、もう最低でもどちらかお一人、お母様がものすごく味方であるとか、お父様がものすごく味方であるとか、えー、必ずそういう生徒って、やっぱり進度早いですよね、伸びがいいです、正直言うと。 皆様がちょっとクレーム、あのゴリ先生、こう,こうさせてくださいよって言ってくるぐらい、ちょうどいいのかなというふうに思っております、まあ、いないですけどね、うちの生徒の保護者の方にはね、<laughs> あの全然あ,のありがたいことに、えー、非常にもうあの、任せていただいてるんで、もうそれは感謝しかないですけど、逆にも、えー、その感謝の気持ちもあるので、しっかり、えー、今後も悪役キャラ、 悪役キャラをどんどん、まあ、演じてるわけではないんで、本当の悪役キャラかも分かりませんけど、<laughs> あの、決してわざわざとあの悪役キャラを演じようっていう、そんなつもりでもないですけどね、ただ、やっぱり、えー、しっかりとしたルール、しっかりとしたルール、最低限のルールだけは、ちょっと線引きだけはさせてもらって、で、しっかり怒るときは申し訳ない、ゴリス先生は目イパー怒ります、えー。そうですよね、女の先生のような、 こうやっぱり優しさっていうのは逆にゴリ先生は出せないのかなただまあそういう部分もあった差別化をつけるためにあ悪役キャラの先生ってそうそうこの時代いないと思うので、えー、ゴリ先生ぐらいはですね、あのー、悪役キャラで。 いいいいいいのかなとととう,うにちょっっっ頑張っててきたいと思っておりますはい、今日はこんなような感じでして、ね、毎日今まで通り無料の動画毎日アップしていきたいと思います、ね、またまたいろんなリクエストとかがあればですね各、えー、SNS 等をやっておりますので、えー、いろんなところからコメント入れてありメッセージ入れてもらって構わないんですから、えー、ぜひよろしくお願いします。はいそれではまたお会いしましょう。バイバイ。